変える、ガチで伝えるクールチョイスホットライン。こんにちは、渡辺のぞみです。教室から未来を変える、ガチで伝えるクールチョイスホットラインスタートです。今日も地域の児童生徒の皆さんからクールチョイスの呼びかけをしていきます。最初にクールチョイスの説明です。2015年、すべての国が参加する形で地球温暖化対策の国際的枠組み、パリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均気温の上昇を2度未満にすること、今世紀後半には温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。日本は2030年に向けて温室効果ガスの排出量を2013年度に比べて 26% 削減することを目標に掲げています。クールチョイスはその目的達成のための国民運動のことなんです。この番組では地域の小学生、中学生、高校生が自分たちの暮らしの中で地球温暖化防止のために呼びかけたいこと、 SDGs 推進のために伝えたいことを身近な人たちに発信していきます。ラジオをお聞きのあなたもクールチョイスの実践、 SDGs の推進のきっかけとして子どもたちのメッセージを受け取ってください。さあ、今日はどんな児童生徒さんがクールチョイス、 SDGs の呼びかけをしてくれるのでしょうか。どうぞお楽しみに。コマーシャルの後スタートです。クールチョイスとは、2030年までに日本が温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のため、省エネ・低炭素型製品の買い替えなど、あらゆる賢い選択をする国民運動のこと。クールチョイスへの賛同登録用紙は三角山放送局で。賢い選択、クールチョイス。教室から未来を変える、ガチで伝えるクールチョイスホットライン。札幌信用高等学校2年探究コースの高橋椿です。同じく探究コース2年、中川圭太です。同じく探究コース2年、島田亮太です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに、私が今回伝えたいことがありまして、それが中村哲先生特別写真展、出会いと原体験という写真展を、8月29日30日の2日間で、地下ホールの方でやらせていただきました。ね、島田くんと中川くんには来てもらいましたよね。そうだね。そうですね。俺行った。ケイト行った？俺夢の中で行ったから。まあでも授業の中で写真見たもんね。授業ケイトもね。授業で やりましたね。あ、一応。そうか。大丈夫、はい、先生のやつ、ね。先生に一応。そうそう。先生ので見たからね。うん、いや、ありがとうございます。今回はそのなんでこの活動を、写真展を開こうと思ったのかというと、中村哲先生っていらっしゃいますよね。2019年12月に残念ながら亡くなられてしまった中村哲先生のその意思とかその思いとかを私たち高校生が伝えることにとても意味があるので、それを今回札幌の人に伝えられるような写真展にしようと思いました。で、今回私がそのなぜ写真展に参加しようと思ったきっかけが、私はもともと中村哲先生についてはあまり知らなくて、知っててもその情報としては去年銃殺されてしまったっていう情報しか知らなくて、でニュースとかにも結構なってたけど、私の中ではいや、なんかそういう人がいたんだ、すごいなぐらいの感じしかなくて、多分もうこの人とはあんまり関わることないだろうなとかって思ってたら、まさか今年の4月に学校の先生から中村哲先生の写真展があるから参加してみないかいっていうのを授業で言われまして、でその時はもう全然てかたくさん用事があったんですよ。やりたいこととかも決まってた予定もいくつかあったんですけど、その言われた日に全部なくなっちゃいまして、
全部もうキャンセルになっちゃって、うん、コロナでね、コロナでキャンセルになっちゃって、いやどうしようかなと思ってたら、あそうだ、中村哲先生の写真展があるじゃん、うんうんうん、まあ、とりあえずやってみようかなの候補の軽い気持ちで今回参加させていただきました。で今回参加した高校が私あの札幌信用高等学校と立命館慶祥高等学校のこの2校で共同して開催するために、あの会場の予約だったり、その会場予約した後に会場費が必要になるので、それのクラウドファンディングをして資金集めしたりっていうのを全部一から高校生がやりました。中村哲先生に関してどうですか、何か知ってますか。正直なんだろう、写真展は行ったんですけど、うん、なんだろう、このいろいろ井戸を作っていたとかっていう多分話、多分今後、うん、この後出てくると思うんですけど、そこくらいしか知らなくて、まあちょっと浅い段階しか僕は知れてないですね、うん、僕はそうですね、中村哲先生、その去年の12月 そのニュースで初めて知った時、まあ、先ほど椿さんが言ってたようにこういう人がいるんだって、なんかそう、なんかニュースに出るような有名な人なんだなって、その時に初めて知って、なんかあんまり関心っていうのがなかったんですけど、そのつい先日に授業で行われた時にまさかこんなところで出てくるとはと思ってすごいなんかいろいろ学びましたね。なんか写真とか見て、なんかすごいすごい人なんだなっていうのは、でもそれだけですね。なんかすごい人だなっていうのが、うん、そうだね、すごい人だなと俺も思った。でもなんか詳しくはやっぱり分かんないです、ね、まだ知れてないね。中村哲先生のことについて、あの名前は知ってるけど何をしたのかとかどんな活動をしたのかっていうのを知らない人はとても多いと思うので簡単に説明します。中村哲先生は1946年9月15日に福岡県で生まれて九州大学医学部を卒業しました。その後にあの中村哲先生はもともと自然とか昆虫とか蝶とかそういうのが大好きで、パキスタンとかアフガニスタンの方の山とかによく登ってったら、いやこの国はなんて素晴らしいんだってなって、そこでハンセン病の治療などに携わっていました。2000年にアフガニスタンにて大干ばつが発生しました。それ以降、井戸の掘削や灌漑用水路の建設などに力を入れて、あの作業していました。井戸を掘削している途中に水がどんどん枯れていってしまったんですね。枯れていってしまって、でもやっぱ干ばつで水がなくて、それで病気になっちゃうちっちゃい子供とかいっぱいいたから、病気がなって死んじゃうちっちゃい子供とかたくさんいたから、どうすればいいんだろうって考えた時に用水路を作ったんです。その結果あの2003年にその用水路を作ったんですけど、その7年後2010年に一本の用水路が完成して、でそこからあの水路ができたことによってたくさんの食物とかたくさん取れるようになって、でその活動が認められて2019年にあの特別市民賞をいただいたんですけど、2019年にの12月4日に何者かに襲撃されて亡くなってしまいました。あれだもんね、中村先生ってお医者さんだもんね、もともとね、うん、そうですね、お医者さんからこう水とかそういうのに広がってたんだもんね。そう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 、いや実際もし用水路を作ろうってなった時に、作りたいですか、うん、作りたい作りたいっていうか、その人を助けるために何かしてあげようと思った時に、何か大きいことをしようってなって、で行動しようと思ったらできますか。いや、あの人を助けたいって気持ちは、多分僕が同じ場面に出くわした時にあると思うんですけど、実際に行動に起こすっていうのは多分すごい大きなことじゃないですか。そういう大きなことを起こすっていう勇気が多分その場では湧かないと思うんです。すぐその行動に移せるっていうのが多分できませんね、僕は。俺もそうだね、なんかこう思いつくこととか何かやってみたいとか、こう良くしたいっていう思いはあるけど、
やっぱりこう行動に移すっていうのがなかなか難しいなって俺はすごい思うね。うん、ね、でも中村先生はね、うん、計画して実行までちゃんと移してそうそうそう、ね、で一本の要するを作って結果あの約60万人以上の人々をあの救うことになったので、やっぱり水って本当に大切なんだなって思いましたね。うん、中村哲先生は生前こんなこと言ってたんですけど、この現地の人のためなら死ねるっていうのを生前言ってたんですね。で私はそんな気持ちになったことないし、日本のために死ねると思ったこともないし、しかも私は大切な人のために死ねるっていう感情も私はまだ持ったことないので、いや そんなすごい思いをしてその現地の人を助けたなんて本当にすごいなって。確かにね、何かのために死ねるっていう感情ってね、なかなかな思ったことはね、ね、思いつく人ってそういう考えを持つ人ってなかなかいないと思います。ね、やっぱり死ぬ気でこう頑張ってたからこそ出てきた言葉なのかなって今初めて聞いたけど、すごいそうやって言えることもう思いつかないし、言えるような人間になりたいよね、そうやって頑張れる人間に。で私はこの今回のこの活動を通して思ったのが、私は小学校5年生の頃にあの裸足の弦っていう本ありますよね、でそれに偶然出会って、でその時は裸足の弦が戦争に関する本だとは思わなかったし、何の本なのか分かんないけど何かに惹かれて読んで、で読んでいくと途中でやっぱ戦争で人が亡くなってしまう部分の描写が出てきて、戦争って何だろうとか平和って何なんだろうとか調べていってて、で今回中村哲先生のこの写真展に関わっていくときに、やっぱもう一度平和って何なんだろうっていうのを見直すことができて本当に良かったなって思います。後半も引き続き平和について考えていきましょう。電球型の LED ランプ、消費電力は一般電球のおよそ1/6、しかもおよそ40倍も長持ちするんです。 LED 照明の交換、賢い選択ですね。三角山放送局はクールチョイスに賛同しています。クールチョイスへの賛同登録用紙は三角山放送局で。賢い選択、クールチョイス。教室から未来を変える、ガチで伝えるクールチョイスホットライン、札幌信用高等学校2年探究コースの高橋椿です。同じく探究コースの中川圭太です。同じく探究コース2年の島田亮太です。よろしくお願いします。お願いします。後編も中村哲先生特別写真展出会いと原体験について話をしていこうと思います。後編は今回私がスタッフとして関わって感じたこととか、来てくださった皆様はどんなことを言っていただけたのかについてちょっと話していこうと思います。はい、今回私はスタッフとして関わらさせていただいて、主にペシャワール会のメールのやり取りをさせていただきました。でペシャワール会というのはあれでしょ、中村先生が会長さんなんでしょ。そう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 、ペシャワール会様の方に写真があるのでそこで写真を借りて、で衣装もお借りできるとのことだったので衣装も借りて、でペシャワール会の写真の他にもう一つ立命館ミュージアムというところから写真も借りまして、で今回約100枚ぐらいかな、立命館ミュージアムの方の写真とペシャワール会の方の写真に合わせて約100枚ほど で、あのペシャワール会の方は30枚ほどあの今回展示させていただきました。なんか写真の選定とかもさせていただいたんですけど、やっぱりどれもいい写真で128枚お借りさせていただいたんですけど、そこから30枚あの選ぶっていうのがすごく大変で、いやこの写真もいいなとかこの写真もいいなとかあの写真もいいなとかっていろいろ考えて、でようやく決まったのが約30枚。いや本当に
全部飾ってあげたいなと思ったんですけど、場所もあるしね。場所そうなんですよ、うん、場所もあるの で写真も選定して、うん、地下穂で展示をする際にどうやってレイアウトをしていくとか、それも決めていくのもすごく大変で、ペシャワール会の写真ってすごく大きさがバラバラなんですね、縦だったり横だったり、なんか2枚で1つみたいな写真だったり、なんかすごく大きさとかバラバラになってバラバラで、1日目とかはバラバラな感じで置いてしまったんですね。2日目はそんなことがないようにって言って、大きさとか枚数とかも考えて、1日目では30枚だったんですけど、2日目は20枚にして飾りました。で、私がスタッフとして関わって、でこれが一番、この写真が一番いいなって言った思った写真がありまして、それが、水を飲む子供の、泥水を飲む子供の写真がありまして、で泥水を飲む子供の写真は、もう来てくれた方にもやっぱりすごく衝撃を与えた写真となっていて、やっぱり小さい子供が干ばつで水が飲めないから、その地面にあるその汚い泥水を飲んじゃって、で栄養失調なんて死んじゃっていう、本当に見てるだけで私もなんか泣きそうになってしまったし、なんか私たち日本人って本当に水は、ね、恵まれてるし、恵まれてるからこそやっぱ無駄遣いしちゃうから、水を出しっぱなしにしちゃったりとかしちゃうから、なんかそういう子供の写真を見て、なんかもっと水を大切にしようとか、いや本当にもっと水を必要としているのに、なんで私はこんなに水を大量に使っちゃったんだろうとか、すごく思いながらその写真を飾らせていただきました。どうですか、なんかこの写真すごく印象深かったなっていうのありましたか？俺は2枚あって、はい、1枚目は靴の写真かな、あサンダルの写真、サンダルの、いや、まあ、なんか写真というよりは文章がすごいな、文章ですごいなと思ったのが、普通なんか僕が聞いたことあるその支援って大体無償だったりとかっていうのがあるんですけど、その写真の写真とその文章に書かれてたのが、ただにしちゃうと、そういうものをただにしちゃうと、大切にしないから50円売るっていう文章があって、それって確かハンセン病の方が使うような靴だったよね、確かね、あれね。それでなんかそのただにしちゃうと大切にしないからといって、それで50円で安く靴を売ることで、まあ向こうの物価とかは知らないんですけど、僕らからしたら50円ってすごい安いなと思うし、やっぱりただと50円ってすごい違うから、やっぱりそうやって考えられてるのがすごいなと思ったのと、あと中村哲先生の後ろにこう水が迫ってくる写真、あったあったあった、用水路、用水路、そうだ、用水路の写真、できた時の写真の後ろにこう水が迫ってきてる写真で、あれ多分いろんな人が工事、写真を見ていってるからこそ、写真の出てくるね、おじさんとかの作ってる写真のおじさんとかさ出てきてるから、すごいこうできたのがすごい嬉しくて、そうやって水が流れてるっていうところにすごい感動したっていう、その2枚の写真がすごい印象に残ってます。はい、わかります。どうですか、僕はそうですね、さっき島田くんが言ってたその水が流れてくるっていうので、その、まあ、水のつながりっていうかあるんですけど、まあ、中村哲先生がその自然をも生やすとか、木を生やすとか水が生やす、その2枚その前が何もなかった場所に、その2枚目の写真でそこに木が生えてるとか、そういうなんかいろいろ育っているっていう写真があったと思うんですけど、その写真を見て自分で一人の状態で始めたものがここまでその変えるっていう環境、その国のその場所の環境自体そのものを変えるっていうのが、とてもすごいなっていう感心はしましたね、すごく。で、私先ほど島田くんが言ってたサンダル工房の写真についてちょっとお話ししたいんですけど、やっぱなんだろう、私最初それをなんか無償にしちゃうと大事にしないって読んだ時にすごくなんか衝撃というか、なんか共感を得まして、なんか日本人でもなんだろう、無償にしちゃうと
やっぱり大切にしないっていうか、100円例えば100円ショップとかの商品でもなんか大切にしないじゃないですか。買ったけど最後まで使い切れない、100円のものだからみたいな。例えばボールペンだってこれが100円だからまあこれ別に大事にしなくてもいいだろうって思っても、やっぱ1000円のやつだったら、あでもこれ1000円で買ったからすごく大事にしようって思うじゃないですか。だからそういう気持ちって世界共通なんだなって、物に恵まれてるから大切にしないのかなとかって思ってたんですけど、やっぱ世界でもそういう風な感情を持ってる人が世界にはいるんだなって思いました。それであの先ほど私が言ったあの栄養し、あの泥水を飲んでる子どもの写真についてもうちょっとあの話をしたいなって思って、あのなぜ泥水を汚いのが入ってるからお腹を下しちゃってで栄養に失調になって死んじゃうんですね。でもそれが本当に常日頃ある、あの毎日ある。で中村哲先生はそういうのをよく見てた。でそれを見て井戸を作ろうとかやっぱ用水路を作ろうとかってなった。で今回写真展に来てくださった皆様の話とか聞いてると、もう泣きそうになったとか、もう本当に泣いてハンカチを押さえてる方とかたくさんいらして、私たち高校生がやることにすごく意味があるんだっていう言ってる方が結構たくさんいらっしゃいまして、そういう若い方が伝えることにすごく意味があるとか、そういうのを直接話に直接聞いて、いやなんかやってよかったなって思いました。今回の活動とかそうやって仲間先生がやってたことって絶対 SDGs とかにも結びついてくるよね、なんか例えば貧困をなくしたりとか、そうね、いろんな分野に関わってくるところだよね。あと水ってさ、経済発展させるのにも使えるからさ、こう植物を育てたりとかさ、そういうのにも結びついてくるから、すごい自分はすごいなって思ったんだよね。すごいやっぱりその今日本はやっぱり SDGs、 その例えばさっき泥の水を飲んでいる子どもとかの写真があったと思うんですけど、やっぱり日本とかってそういう水とかがすごいたくさんある中、何年か前の話なんですけど、やっぱりなんかちょっとしたその水の無駄遣い、例えばアイドルのコンサートとかで水の無駄遣いをしたっていうので、ちょっとしたなんか炎上というより、なんかそういうなんか批判がちょっと起こってたりっていうのがあって、やっぱそういうのを思い返してみると、やっぱそういう、そういう時に使う水を少しでもその意識を変えて、その他のそういう国に渡すとか、そういう行為ができたらやっぱりもっと良くなるって、その SDGs の達成にどんどん近づいていくと思うし、で川を越したとかそういうので水が出てきて、その自然とかがまた出てくるっていうのも SDGs に関係しているので、やっぱりなんかその国だけの問題ではなくて、すでにある国がその国に渡すとか、そういう関係、いい関係を持っていくっていうのが大事だなって思いました。そうだね、高校生が一番伝えられるなと思ってて、高校生ってこういう年、この10代だからたくさん SNS を使いこなせるじゃないですか、そうだね、インスタとかツイッターとか、そういうのを使いこなせる年なので、そういう思ったことをどんどん発信していくみたいな、 SDGs に関しても、いや私この何番の例えば1番の貧困をなくそうでいいよねとか、そういうのをなんか簡単に口に出して伝えていくっていうのが本当に大事だなって思いました。みんながその助け合ったり思い合ったりすることで、で平和がまたちょっと近づくんじゃないかなって。平和に関してはみんなこれが平和だとかあれが平和だとか多分思ってることは違うだろうし、あの何が正解なのか何が正しいのか、あ何が間違ってるのかとか全然分かんないけど、やっぱり一瞬でもいいから、あのみんなが笑顔になってくれるその瞬間が来ればあの平和になるんじゃないかな。なんか一瞬でもいいからちょっと今喧嘩やめてみようとかってなったら、もうそれが平和だと思うし、なんか周りの人が喜ぶよね、もうそれも平和だし、水も食べ物も全部もったいない、本当にもっと世界中に困ってる人がいて、そういう人に、そういう人がまだ行き渡ってないっていう現状もあるので、日本人は食品ロスとかも多いって聞いたのもあったし、水も使ってない水とか、なんだろう、蛇口を止めてないとか、そういうのあるので、
世界中にもっと困ってる人がいるから、少し意識を、ね、意識を、ね、そう、意識を変えて変えたら、うんうん、幸せが一歩近づくんじゃないかなって、うんうんうん、思います。今回は平和について、あの3人で、私と中川くんと島田くんで考えてみました。便利な宅配のおよそ2割は再配達。年間42万トンの CO2 が再配達によって排出されています。希望日時の活用、コンビニ受け取り、宅配ロッカー、宅配はできるだけ1回で受け取りましょう。クールチョイスへの賛同登録用紙は三角山放送局で。まずは身近なところから、賢い選択、クールチョイス。教室から未来を変える、ガチで伝えるクールチョイスホットライン、今回は平和について考えてみました。皆さんも平和についてとか少しでも考えてくれたら嬉しいです。次回は、中川が3人でいろいろ話していきたいと思います。札幌信用高等学校2年探究コース高橋椿と、同じく探究コース2年中川圭太と、同じく探究コース2年の島田亮太でした。ありがとうございました。